同志の伝承。遥かな神話時代、世界が闇に覆われると、いずこより現れ光を取り戻した。時代は移ろうとも、世が乱れるたびに人々は伝承を語り、救いを願う。そのたびに同志は姿を現し、闇を振り払ったという。しかし平和が訪れると、同志は姿を消した。彼らはどこへ？その答えを知る者はいなかった。いつしか人々の記憶から伝承の中へと消えていった。世界を再び覆わんとしていた。同志の名が再び語られ始めた。まだ同志は姿を見せなかった。やっぱり聖剣を掲げる英雄、同志の壁画だ。ようやく見つけた。スレイ、僕はハズレだったよ。ミクリオ、先を越されたね、今回は。やっぱりアスガード時代以前には同志は身近にいたんだよ。そう断じるのは早計じゃないか。何よりまだこの遺跡がアスガード以前のものか確証はないんだ。模造かもしれない。この規模の遺跡で様式まで乗っ取った模造建築なんてしないんじゃないか。なんだかまずいぞ。ミクリオ、あれって遺跡探検はここまでだ。スレイ、スレイ、こっちだ、早く。スレイ、何してる。
間一発。頼むよ、早く上げてくれ。総流放て、ツインフロースレイ。とっさの判断だったけど、うまくいったろ。これで貸し借りなしだ。これは地下にも遺跡があったなんて。落ちたのに感謝だな。まったく。それより戻る方法を見つけないと。あ、うん。さっきも相当だったけど、石板あったし気にしてらんないだろ。ああ、そうですか。誰か倒れている。あのさ、ミクリオ、うん、あれ、人間だ。まさか。待て、人間には関わらない方がいい。ほっとけない。まだ生きてんだから。わかった。僕も手伝う。とにかく、もっとあたりを調べよう。うん。なっちゃあ、剣がベトベトだ。蜘蛛の巣が多いな。長い間誰も足を踏み入れていないんだろう。どうかした？でかい雲初めて見た。ぼーっとしないで、スレイ構えて。はっ、蹴散らす。はっ、行くぞ。いや、わっと。たたみかけろ。襲撃まで一刀、一刀両断。こいつ、まさか氷魔？氷魔？本当か？見るのは初めてだけどね。なんで氷魔なんて化け物がこんなところに。逃げる気だ。忘れてないよね、ジージの言葉。ああ。氷魔？そうじゃ、氷魔じゃ。汚れが生んだ恐ろしい魔物じゃ。奴らを倒せるのは特別なものだけが操る浄化の力のみ。二人とも氷魔に出会ったらすぐに逃げるのじゃ。忘れてはならんぞ。
我らに兵馬を退治することはできないのじゃ。よいな。浄化の力がないと兵馬は倒せない。今は追い払えただけで満足しないと。ならなおさらだな。ん？急いで彼女を助けなきゃ。あんなのがうろついてんだから。行くぞ、ミクリオ。行くぞ、襲撃。これどうだ。はっ、ケチラ、襲撃。一刀両断、かけろ。はっ、ケチラ、ツインフレ。よし。なんとか追い払えたか。この匂いがする。スレイ、準備はできてるよ。ケチラ、今だ。これはどうだ。嘘をくらえ。逃がさない。一刀両断。まだいるぞ。いずよ、よし。逃がさない。わかる。ひとまず退けたか。
何？僕が預かっておく。夢中になったら止まらないからね。無事戻れたらちゃんと返すさ。お願いします。行くぞミクリオ。おっと軽い一刀両断。ミクリオ気を抜けて。さあ行くぞ瞬撃。これどうだ。かけろ一刀くらえ。うわまだいるぞ。結構やるな。せい終われない。負ける。終われない。負けるか。終わったな。なんとももどかしいな。飛べそう？君次第じゃない？見てみたら。どうだい？やっぱ無理だ。あぶねえ。驚かせるなよ。悪い悪い。やはりこちらからはいけないか。構造上つながってるはずだ。ま、戻って調べてみよう。あれってどうしたの？うん、あれ、ま、もっとよく見てみる。時間が惜しいんだ。回りくどいのはなしにしてくれ。よっ、本説明しよう。これはやっぱりいい。下に行けばわかる。まったく負けず嫌いだな。なるほど、そういうことか。まさか空中を歩けるなんてな。正確には透明の橋だけどね。ちゃんと人が乗れるのかな。なんだ今日は妙に冴えてるね。うんふんふん。今日はね。ちぇ、大丈夫そうだな。すごいよこの橋。どうやったんだろう。こんなもの人間の技術じゃ作り出せないはずだ。ってことはこの橋だけは神代の時代ぐらい古いものってことか。どうかな。いずれにせよ僕たちのようなものに頼んで力を借りたのは間違いないだ。そこまでしてあっち側に人を入れたくなかったんだ。この先は井槌に繋がってる。聖域を守るためには当然とも言えね。昔神殿へ祈りに訪れた人々も断崖を渡れないと思い込まされたんだろうな。さっきまでの僕たちのようにな。けどよく気づいたねスレイ。君の直感にも感心させられるよ。お
ごくごく稀にね。褒めてくれたと思ったらこれだ。やっぱり考え直そう。スレイ、あの、大丈夫？あれ、はあ、私は確か森で、これただの人間だ。だな。大丈夫そうだ。ありがとう。心配をかけたようだ。君は？名前。そっか。名前。そう。俺はスレイ。スレイ。うん。よろしく。スレイ、この近くで落ち着けるところはないだろうか。都まで帰る準備を整えようと思うのだが。都から来たんだ。どうだろう。俺の住んでるとこに来なよ。スレイ、それは。いいのか。何者とも知れない私を案内しても。困ってる人をほっとくなんてできない。そんだけ。大体、名乗らないのも変だ。怪しいと思うのが普通だと思うけど。君は、私の名を尋ねないのか？事情があるんだろ？でも悪い奴には見えないよ。スレイ、重ねて感謝する。じいじの雷、覚悟しておくんだね。何か？何でもない。とにかくあっちだ。さあ行こう。蒸し返すつもりはないけど、目を離さないようにね。彼女、困ってる状況じゃなきゃいいな。いつもながら甘い。無事帰ってこれた。なんという美しさだ。まるで神話に出てくる天族たちが暮らす神殿のよう。本当に天族って呼ぶんだ。何かおかしいだろうか。神、霊、魑魅魍魎といった姿なき超常存在を人は畏敬の念を込めて天族と呼ぶでしょ。天意見聞録の引用。じゃじゃーん。君も読んだのか。君もってことは。幼い頃に、それは何度も。だっと、俺の村はここから少し行ったところだから、行こうか。了解した。天意見聞録って子供向けの本なの？さっき子供の頃に読んだって。大人も大勢読んでいるよ。私が早熟だったのだろう。なんだ、
素晴らしい本だからね。ああ。マホンちゃんってどうなることやら。ここが俺の村、イズチだ。カムランではなく、イズチ。やはり噂は嘘だったか。今、古代語で書かれた石碑が見えたぞ。なんだあの生き物は。何って、ヤギだよ。ヤギ？これほど大きなものが。すごい角。伝説に聞くドラゴンのようだ。ドラゴンっておとぎ話の？君って面白い人だな。近づいたら危険だ。気が荒い野生種だろう。大丈夫、友達だから。小さい頃は 4,5 回吹っ飛ばされたけどね。友達なのか。うん、時々ミルクを分けてもらって村のみんなとチーズやヨーグルトを作るんだ。それは楽しそうだ。楽しいよ、すごく。じいじに報告してくれ。黙っとくわけにはいかないよな。後で来るんだろ。うん。みんな来て、紹介するよ。ん？これが森で暮らす俺の家族。これは芝居？それとも何かの演出か？なんでもない、忘れて。君は面白い人だな。あれが俺ん家。先行って休んでてよ、俺ちょっと用あるから。村の中を拝見しても？いいけど、みんなを怒らせないでね。なるほど、ここは天族の森と言いたいのだな。そう、それでは粗相のないようにしなければ。さて、ミクリオ、じいじにうまく話してくれてるかな。